はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は JGC 修行を兼ねまして北海道旭川市からタイの首都バンコクに旅行に行った動画のパート1です。皆さん、バンコク行ったことありますか？私は旅行が趣味なのでバンコクには過去3回行っております。バンコクは観光地もたくさんあって、そしてタイ料理が美味しくて物価が上がっている中でも比較的安く食べることができるんです。パート1の動画では旭川空港から羽田空港を経由しましてバンコクスワンナプーム空港到着までの動画になります。この動画の中で羽田空港の JAL ファーストクラスラウンジについても紹介しております。 4K 映像かつ20言語の字幕を選択して最後までご視聴いただければ幸いです。はい、今回は北海道の真ん中旭川空港から動画をスタートしたいと思います。バンコクには約3年前に行ったのが最後でしたので、久しぶりの海外旅行、おじさん楽しみですね。旭川空港は旭川市内から約16キロ、青池など夏の人気観光地であります美瑛までは約10キロの場所にあり、1966年に開港し、滑走路の長さは現在2500メートルです。2019年までは年間利用客数が約110万人、国内線の順位で32位だそうです。このエリアは雪がかなり降りますが、除雪体制がしっかりしているため雪での欠航はほとんどない点が誇れる点だと思います。夏の美瑛フラの観光、冬のスキースノボでぜひ利用してもらいたい空港です。こちらは旭川空港1階、 ANA 並びにエアドゥ、そして JAL のチェックインカウンターです。私は E チケット機械を持って JAL のチェックインカウンターに行きました。チェックインを済ませて2階にありますフードコートに向かいました。フードコートは出発口の反対側にありました。旭川空港のフードコートには9つのお店があります。今回私は農家屋で食べました。それ以外のおすすめのレストランはラーメン鷹の爪です。この写真は旭川市の隣町にあります高須町の本店の写真です。このお店はカナダにも出店しているほど人気のお店で、醤油ラーメンだけでなく味噌ラーメンも美味しいですので、旭川旅行の最後にぜひ鷹の爪のラーメンを食べてほしいです。フードコートの様子ですが、だいぶ人が戻ってきましたね。ただやってないお店もありました。今回食事したお店は農家屋という旭川市郊外の人気カレー店です。いくつかのスパイスカレーのメニューがありました。私はだし香るナスキーマカリーと北海道名物のホッケのフライを注文しました。キーマカリーはひき肉が大きくてナスがアクセントになっていました。辛さが後から来るんですが、とても美味しかったです。ホッケのフライもサクサクで、ソースやマヨネーズと合いましたね。これは絶対食べてほしいと思いました。美味しかったです。保安検査を通過しましてカードラウンジに行きました。このラウンジはクレジットカードのゴールドカード保有者のみで一般利用はできません。ここではソフトドリンクを飲むことができます。アルコールは販売しておりました。はい、これから旭川空港20時15分発羽田空港行き JAL 158便搭乗します。皆さんの挨拶嬉しいですね。この日は撮影席も空いておりましたが、撮影のため窓際に座りたかったので席を変更しませんでした。この座席には USB ポートもありました。動画を撮りまくっていますと充電の減りが早いのでありがたいですよね。今回搭乗した飛行機はボーイング767でした。この機種は国内外で活躍している機種ですね。旭川から羽田の路線は以前ボーイング737でした。私は737のモニターが好きだったので残念な部分もありますね。これから旭川空港を離陸します。徐々に加速していきます。この機種であるボーイング767の離陸速度は約260キロだそうです。 JAL 558便旭川空港から羽田空港に向けまして離陸しました。私は離陸の模様を GoPro で撮影していましたが、旭川空港の様子が暗くなってしまいました。以前ボーイング737に搭乗した際のモニター映像です。この便の区間マイルは576マイルです。
この旅の最終目的地でありますタイ・バンコク・スワンナプーム空港までは羽田空港から2869マイルありますので、まだまだ遠いですね。 CA さんがドリンクメニューを持ってきてくださったので、メニューを撮影させていただきました。今回はスカイタイム桃とぶどうを注文しました。すっきりと甘くて美味しいですね。機内では電子版の JAL ショップを眺めていました。夜のフライトでしたので、あまり外の景色を撮影できませんでしたが、東京湾の美しい夜景を見ることができました。無事に羽田空港に着陸しました。クラス J 席の乗客の後に降りました。私は預けた荷物を受け取りまして、到着口を出ました。その後京急電車でこの日の宿泊先であります川崎のビジネスホテルに行きました。京急川崎駅を出発し、京急蒲田駅で進行方向を変わりまして、羽田空港第3ターミナル駅まで乗車しました。羽田空港第3ターミナル駅で降りた後、改札口に向かいました。3階の出発ロビーの様子です。 D や A のチェックインカウンターは ANA、 そして JAL は F から H でした。手前が JGC チェックインカウンターです。私は奥にありますファーストクラスチェックインカウンターでチェックインをしました。チェックインを済ませて保安検査場に向かいました。フェイスエクスプレスというのがありましたので、先ほどチェックインしたカウンターで確認してみました。顔写真を撮っておきますと、保安検査や搭乗時など航空券を見せなくても顔パスで通過できる便利な制度だそうです。ただ今はほとんど活用できないみたいです。この後出国審査でしたが、ゴミのほか時間がかからず通過することができました。出国審査を通過した後の様子です。以前に比べましたら少ないかもしれませんが、少しずつ国際線にも人が戻ってきているんじゃないかなと感じました。こちらは免税店やレストラン、航空会社のラウンジなどの案内図です。ブランド店はやってないお店も結構ありましたね。やっぱり外国人観光者が戻ってこないとなかなか厳しいんでしょうかね。両替所がありました。私が行った日のレートでは、日本円からタイバーツに両替した場合は1万円で2262バーツでした。今後作成予定の動画で紹介する予定ですが、バンコクでレートが良い場所では同じ日に1万円で2600バーツ前後ですので、1万円で両替して約1300円の差がありました。どうしても必要な場合以外はバンコクに到着してから両替した方が良いと思います。日本航空のラウンジは、羽田空港にはファーストクラスラウンジと桜ラウンジがあります。またバンコクのスワンナプーム空港にも桜ラウンジがあります。会員ステータスの利用基準を右のページにお示ししております。私は JAL ファーストクラスラウンジに行く前に桜ラウンジに行ってみました。桜ラウンジの中の様子ですが、激混みって感じではないですが、結構混んでましたね。私が3年前に行った時はバイキングでしたが、今はこちらのメニューを注文するスタイルになっていました。アルコールやソフトドリンクはセルフサービスになっていました。私は桜ラウンジに行った後、ファーストクラスラウンジに向かいました。 JAL ファーストクラスラウンジメインダイニングの様子です。ゆったりとしたソファー、そして奥には寿司職人がいるカウンター、ドリンクコーナーがありました。私が行った時は朝8時くらいでしたが、ガラガラでしたね。奥の部屋は落ち着いた感じの部屋で、お酒を飲むには良さそうな感じでした。食事やシャワーはテーブルに QR コードがあるんですが、それをスキャンすると右の画面から食事の注文やシャワーの予約ができます。
すべてのメニューをお示ししているわけではありませんが、和食や寿司、JAL オリジナルのカレー、サラダ、デザートなど食べきれないほどのメニューを好きなだけ注文することができます。私は黄色で囲んだメニューを注文しました。お菓子やおつまみもありました。ビールや日本酒、ワインのメニューもありました。ワインの紹介がされていましたが、高級なワインなんでしょうかね。それ以外にもウイスキーやシャンパンなどもありました。お酒が飲めない方にもコーヒーやソフトドリンクが用意されています。私は飛行機を眺めながら食べました。 JAL といえばやっぱりカレーですよね。何回食べても美味しいと思いました。お寿司も3種類ありましたが、マグロが美味しかったのでおかわりして食べました。とても美味しかったです。ラウンジに行った後、搭乗口に向かいましたが、かなり混んでいました。羽田空港、11時15分発、バンコク行き、JAL 31便、搭乗開始します。専用バスで飛行機に向かいました。バスを降りまして、階段に登って搭乗しました。今回私はプレミアムエコノミークラスの窓際席を予約しておりました。プレミアムエコノミークラスの席はエコノミークラスの席よりも足元が約20センチ、シート幅も2センチほど広いです。 PC の電源や USB ポートなどもありまして非常に快適でした。アメニティはスリッパ、マスク、歯磨きセット、アイマスクがありました。ここを曲がると離陸です。徐々に加速していきます。この飛行機はボーイング787ですが、離陸速度は約300キロだそうです。この動画では再生速度を上げておりますので、さらに速く感じると思います。右側には神奈川県川崎市の浮島にあります工場が見えました。羽田空港からバンコク、スワンナプーム空港までの区間マイルは2869マイルです。距離は約4616キロです。台湾やベトナム上空を通過してバンコクに向かうルートです。離陸して5分くらいで神奈川県の江ノ島がしっかり見えてきました。日焼けしたお兄さんや水着美女もたくさん泳いでるんでしょうかねと思いながら眺めていました。その後、愛知県の中部国際空港、通称セントレアが見えました。久しぶりにセントレア行ってみたいですね。羽田からバンコクまでの JAL 31便の飛行機はボーイング787でした。航続距離が 14,800 キロの国際線の中型機になります。機内では有料ではありましたが Wi-Fi サービスがありました。ダイヤモンドや JGC プレミアメンバーはクーポンコードを使用して無料で使用することができます。ただ登録が必要で、クーポンコードが届くまで5日前後かかりますので、忘れずに登録いただければと思います。エコノミークラスの機内食のメニューです。私は左のスパイス香るチキンオーバーライスを注文しました。ドリンクにつきましては、緑の枠で囲んだマークがあるドリンクはプレミアムエコノミークラス限定で注文することができました。私はラウンジでかなり食べてしまいましたので、メインとサラダを食べました。お腹いっぱいでしたが美味しかったです。食後にハーゲンダッツのアイスクリームが出てきました。バンコク到着1時間くらい前にコーンマヨパンも出てきました。羽田空港を離陸して2時間半くらいで台湾あたりの上空を通過しました。その後、機内のフライト情報の画面でベトナム、ダナンあたりの上空を通過しました。フライト中ずっと雲で景色が見えませんでしたが、スワンナプーム空港が近づいてきましたら景色が見えてきました。もうすぐバンコク、スワンナプーム空港到着です。この後ナレーションを入れませんので、バンコク、スワンナプーム空港着陸の模様をご覧ください。バンコク、スワンナプーム空港に到着しました。
通路を歩いていきましたが、足がパンパンになっていましたね。機内から出ると、さすが南国ですね。すぐに暑さを感じました。これで今回の動画は以上になります。タイの首都バンコクの中心部スクンビット通りの映像を見ながらエンディングにさせていただきます。今回の動画は北海道旭川市からタイの首都バンコク旅行パート1、旭川空港からスワンナプーム空港までの動画でした。久しぶりに国際線に乗れたのがすごくワクワクして嬉しかったです。念願の羽田空港 JAL ファーストクラスラウンジにも行けましたので、良い旅行になったと思います。今後タイ旅行の様子も作成していこうと思っております。そちらの動画もできた際にはぜひご覧いただければ嬉しいです。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また国際線に乗って羽田のランジ行きたいな。